ちが死んだって同じ状態。なんで今日9、7残して1いく。今日7、2の乱で、ね、7、2の乱。7も死んだと主張するんだったら2いけるでしょ。2、8ドロー、7強靭でしょ、これ。うん、だから、今日2、7の乱だろ。なんで7残すって言うんだったら2いけるやろ。なんでそれが5とか1なんだよ。で、3もずっと8が死んだ、死んだって言ってて、で、7は3、9、ロー、ロー、1強靭だって言うだろ。そんな視点あるか？7強靭、2、8ロー、ローだってこんな。で、あと、9もなんか遺言でさ、8が狼だと思うんだ、8いけよってふざけんねん。てめえこそお前、あの、7が何者で8が何者か答えてからいけよって思っちゃう。なんでこんなネット回線なんだろう。関係ねえぞ。2番のプレイヤーは発言してください。1番強靭、8神で7級なんだけど、9番さんの遺言の、あの2のその理論は通用しないわ、もうが通用しないと思って、まあ9偽なんじゃねえかなって思うけど、村の民意で7いきます。で、6、8に言いたいんだけど、あの、まあ8は僕目線神確定で、あのね、5、6も村やと思ってるのよ。うん、3番さんがいかんせん、初週からそうだけど、つっかかりがひどい。うん。ほんで、今日も、だから今日もさ、じゃあ8死んで見てるんやろ？じゃあどこなの？狼。三番さん。で、6、8は本当にね、本当に村同士でバチバチしてるだけ。うん。6、8真面目に、マジでゲームになんねえわ、CM 集中でいいねえわ。だから、1、今日、9、話は完璧に聞けねえ状態、ネットのこんな状況でどうやってやるつもりなの？今日7行くよ。島さん死んだんだけど、そう、今日7行きましょう。7番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ、どう？でも9番が3番ぐらい選んでください。5番、ご苦労でもう死んねえだろこんなやつ。なんで2番もこの投票されてて、あの3番疑ってんの？いやもうちゃんとゲームができねえよマジでよ。4騎士だって昨夜死んだのは、まあ俺ももう大変よ。八が強靭で俺にしようなんか取られてるなら回線は変だけど、七九って回線は問題なくてだよね。出る？誰も出てないの。もしかしたらバッティングして霊能がさ、ね、強靭と狼になる可能性もあるんだぜ。だから九の狼ってないって。二八ロール七強靭。二番のプレイヤーは発言してください。まあ今日は村目線全員1いけるよね。で、1、今日8死んで、誰が噛んだかなんだ。勝ち方、普通に3占うと思うんだけどね。すいません。だ結局さ、6番さんに突っかかったけどさ、結局東京はでもちゃんと霊媒にしてるじゃない。うん、だから6番さんもちょっと熱くなりすぎないでほしいな。5、6か。まあ、5番さんにも言われたけどさ、なんだろうな、その上から目線で役かと思ったで、スムラだったから、何？人外だっていうのも、ただ、その自分のやってほしいことを言っただけで。ごらんさんの、天の話だと思うけど。うん。まあ、あと、1番の8番レンガなんで、8番地神じゃないんで、はい。安心してるのかなって、小林さん借りてって、勝手に思ってました。はい。4番のプレイヤーは発言してください。声なんでしょう。だって、8番がレンガ未想定じゃないですか。6番が人狼の思い。6番のプレイヤーは発言してください。ない
のは、なんか1に落ち度ないんで、まあ、遺言で2の黒要素喋っていってほしいんですよね。だから2がね、5、6、村置きする必要がないと思ってるから、最終日想定をしてない2番が狼ってあんまり考えにくくて、まあ、8が真だったら申し訳ないけど、8に落ち度は山ほどあるんですよ。まあ、3は1が偽っぽい理由と、まあ、なんか8が真っぽい理由を、まあ、言ってほしかったですね。まあ、毎週毎週ずっとそれ繰り返してるだけで、1、2、3、8真の理由って言ってないじゃないですか。で、だから周りから聞いたらメタにしか聞こえないんですよ。まあ、なんか具体的な理由を言ってくれなかったら8真見れないです、僕は申し訳ないけど。あのね、ただ8、4だったら8が次元神する必要が、まあ、あれだけ信用が勝ち取れてる状況かないと思うから、まあどうなんだろうね、4は白でいいのかなってちょっと思ってるぐらい。で、5の、まあ、初日の2殴りあんまり今でも納得してないのと、5って、まあ、6の昨日の発言聞いてなかったからちゃんと精査してるの自分しかいないっていう。これ典型例な、この4の隠しろも追えないやつ。で自分の考察が合ってると思ってる。4の隠しろが追えない時点でまず話にならないの、プレイヤーとして。3番は狩人だってこともわかんないし、4番の隠しろも追えない。こんなやつ占う価値がないの、4占いでいいの。2番は村なんだよ、もう多分。だから推測すればいいんだよ。そもそも占い師だったら終わってるなっていうふうに思ってるよっていう話をしてるわけで。8って3の発言聞いてたのかなとかっていうのも思うし。投票を始めてください。プレイヤーとして終わってるプレイヤーの今の名言聞いた ?4 の隠しろも追えない。3番を占わなくてもいいってこと。2番のあの表面からローっぽくないってこと。だから必然的に4を占って、6は占う価値ねえから間接的に色味すればいいんだよ。7号ローローが見えないやつなんだろ。素敵だと思ってる7号ローロー追えないやつってもう。4視点はそうなるけど、普通に投票見ればわかんだろ、こんなゲーム。のプレイヤーは発言してる。投票見ればわかんねえのかな。ちょっと最後まで見る気あんまなくてね。うん。まあ、二番さん頑張りなよ。うん。そうだな。まあ、俺は2、8ロールで8は地紙してると思ってるよ。うん。3、2特許ね。別に、偽装グッチョブ起こして、別にね、8があれしてどうのこうのってね。うん。まあ、いいよ、別に。どっちみち俺が狂人扱いなんだから、ね、2、5、6で戦うのは一緒なんだろ、うん、だったら3分の1だから、どっちみち、うん。まあ、まあいいよ。とりあえずもうあんまり、このメンバーの話は聞きたくないから、じゃあ抜けるね。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。え、なんで？何してんのこれ？のプレイヤーは発言してください。マジで何してんの？え、騎士どっちですか？四隠し。え？四隠しろだぞ。そういうこと？そういうこと？え？なんでそんな煽られてるの？まあ、僕視点は、5、6ローラーで立てるんですけども。ちゃんとやってよ、2番も。勝てるんですけども、まあ、村視点も3番、3、4番、3分の2を引けばいいか。5番さんに叩かれたんだけど、それに6番さんも乗ってこなかったんだよな。そこ6が人狼だったら、絶対俺叩くと思うんだけどな。
それよりも8番と6番って凄みあんだろ、三流と超一流。スーパースターって6番なんか占わないから、発言せざすれば2番も占わない必要がない、3番も使わない、5番もとりあえずは一旦は。4しかないんだよ。一番バチバチした。騎士の話してないから騎士じゃねえんだよ、絶対4番は。5番は騎士がない。3番は騎士がある可能性がある方。で、6番はもう占わなくていいんだよ。2番の話でスムラって言ろうっているわけねえんだから、まず。7番に投票をできて、なんで6位いってんの、もう5番いけよ。投票で分かるだろ、576。はい。まあ、4番一応守ったけど、ね、なんで狼が俺を噛まなかったんだろうっていうの。じゃあ、カリド太鼓で戦うっつっても、あと2縄だから太鼓出れないでしょ。はい。だからまあ、なぜわざわざ、たかたま狼が、なんかして噛めなかった。だから要はその飲み物取りに行ってて、その噛む時間に間に合わなかったとか、そういう噛み事故が。この人たちってさ、9番がフルオープン許せないって言ってる時点で、まあ、のラッキーな9番死んで7番、5番っていうの見えないこの投票結果だよ。なんでこう7が2番いってんのに2番って5番いかないの、この人。なんで6番。だからこういう人が一番邪魔なんで、6番みたいなやつって。でも占う価値ないんだよ、こんなやつ。どうも。うん。小林さんってだから結局8番シーンを持ってる。1番強陣持ってるし。なんか、1番強陣で2番誤爆ってありますけども、なんか、2番ってやっぱ正直、マカリードに残っててね、2日目。まあ、おそらく8番グッジョブだろうなっていう段階で。2番ってやっぱ釣られかねないと思うから、あんま5番って追ってないから、なんか、まあ、5番さんおかやったら多分、てか5番さんは多分5、6ローラーでいいっすよって言う人だと思ってるんですよね、自分の中で。ちゃんとなんか、5番さんのなんていうのかな、あんま勝ち筋というか、狼で勝ち筋って描いてないんかなって思っちゃうから、2、6釣れば終わるかなと思っちゃいます。なんか、6番さん昨日投票したのはすみません、なんか、いや、なんで精査能力ねえの ?5 番7番が2いった時点で5番7番でしかねえだろ、こんなゲームよ。いや、なんでこんな精査能力ねえんだろう、マジで。発言してたらしてねえんだろうな、2番と6番の発言。2番釣ったら終わるんじゃない。6番が死んでこんなこと言わないでしょ。6番がローで言わないでしょ。別に1番が強靭だと思ってるから、別に関係ないと思ってるよね。8番の占いさえ吸わんかったらだけやから。で2番がじゃあ角黒になる可能性とかは、まあ、8番も賭けやと思ってるんよね。8番が、まあ、内訳は普通に9番が偽物だと思ってるから、これ7番は本物だと思ってたから、1番処刑だと思ったが、まあ、確かに2番処刑でもいいなと思ったんや。だから2番投票し続けた2日目から。で、やっぱりね、2番の戦いにしましょう。お願いします。はい。まあ、2番の怪しい。あ、こんななんだろうね、村。発言してください。ほんと弱いよね。黒でロックしてるんだったら、明日多分4番噛まれて、まあ、3番チャレンジャーになるか、3から先に噛まれて4チャレンジャーになるかわからないんだけど、今日6つってもらっていいと思います。あのね、2がね、5、6、白く見る必要が狼であるのかなって思ってるから、2叩きしなかったですよ。まあ、5が言ってたこととは関係なくね。で、あの、5が言った時に 6SG にするために様子を出してない可能性もあるから、今日6釣りでいいです。ね、昨日出現してるから自分つまり6を釣って2号決め打ちでいいかなと思ってるんですけど、誰も拾ってなかったんで自分から言います。ね、5が2睨んでて6が、あ、ごめんなさい、2が6釣りたいって言ってるから最終日2号の勝負してもらって、まあいいかなと思ってて、まあ、みんな寝た方がいいと思うんですよ。僕の話聞いてなかったから。4が8から白が出てて、まあ、1が2黒引いてるから、まあ、4隠しので僕が4の精査する必要って全くないんですよ、ね。だから昨日、申し訳ないです。昨日、8狼でも4相方ないっていう話をしてたんだけど、ね、8オオカミだったら、まあ、1神だから2黒出てて、もう2オオカミしかありえないですよ。だから今日6釣って2号のランを明日やってください。ありがたいことに。投票を始めてください。2番。のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。いや、どっちも分からんのよな。ごめんなさい、放棄したのは多分僕残されても、勝てないと思ったからです。5、6でバチバチでやり合ってください。
わあ、6番さんめちゃめちゃ白くなっちゃったな。わからん。え、本当にわからん。本当にわからんけど、僕の精査としては、86ってやっぱバチしてたけどな、5番さんの2、黒ロックもな、これで解除して。どうしようかね。これは難しいよ。うまいな、ゴール。でも、やっぱ6が占われたくなかったんじゃないですか？結局。いや、でも、25の番提示されて、自投票も。まあ、あれか。そういう、6じゃないですかね。6なんじゃないですかね。いや、わからんけどね。まあ、3番さん、4番さんにお任せします。難しいね、これ。白浮きしてた2人だから。まあ、頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。5番のプレイヤーは発言してください。まあ間違えましたね。あんまり6番さんに勝てる様子はないかな、正味。なんか6番が人狼で8番の本物にあんだけ喧嘩売るとも思ってなかったし、その4番殴り分かってたけど、なんか、わざわざ人狼の時に、まあ2番と5番が、まあ5番がかなり2番に視点向けてて、6番の人狼を追ってない時に2番処刑で、6番が人狼の時は5番の推理が外れてたで5番を陥れることできるんで、まあ6番がかなり白く見えてたので、6番さんはド M さんということで、6番さんの名前はこれからド M さんって呼ぼうかなって思うぐらいですね。なんやろな、人狼要素あるんかな？あるとしたら、まあ、6番はまあ2番の疲労要素を取ってるから、6つったあと5つっての要素を出せるはず。だから6番、5番が5番、2番ローラーを求めてるから、6番はじゃあ6番、5番ローラーでできたんじゃないっていうぐらいじゃない。はい、まあそれぐらいしか言えんわ。はい、6番のプレイヤーは発言してください。まあ5が6に勝てる要素持ってないっていうんだったら釣られてください。まあ8を勝たせるのは着に触るけど、まあ、村全体を、ね、勝たせるためにちょっと今日頑張ろうかなと思ってて、まあ、自分の白要素は2の白上げをして5投票してること、5から釣られた場合僕は2と戦う要素を持ち合わせていないし、まあ、5と戦う要素に関しては、まあ、5が自分だけまともに精査していて他の人間は精査していないかのような印象操作を行ったことと、5が、2に役職または人外であるという塗り行為を行って役職を持っていないから人外だっていうふうに釣り位置に仕立て上げたことぐらいですね。分かってもらえますかね。まあ、2が6を黒く見てる理由が多分感覚なんで、今のね、僕の話聞いてくれればちゃんと分かると思うし、まあ、昨日の話も振り返ってもらえれば分かると思うんだけど、なんか言うことあるかな、まあ5が2から行きたかったのはやっぱり6を SG1 にしたくて、まあ、昨日僕が言った要素をね、多分隠し持ってたと思うんですよね。それを僕から開示されてしまったから戦う要素がないって言ってる5番狼です。5番つってください。3番のプレイヤーは発言してください。どっちもコスパ悪いことやってんだよね。俺が解除書してて噛めば、一応縄は人縄くぐればいいで、どっちも2番釣りで勝ってるんですよ。
五六だったもんって。うん。まあでも2番釣りにならなかったっていうのを恐れてやったっていう。まあでも2番釣りが確定してる状況下で、まあ6、7の発言もあれだけど。まあ最後に良くなってきたけど、ネット回線が。いや、もうこいつ奇跡だよ。5番、7番が一緒になって2番行ってる姿見て、5、7って5番のローに気づかねえとか、占ってくれって言ってるやつ、いるわけねえだろ、占ってくれって。自分の白をもらったって迷惑だしか極まりねえだろ。柱ではなくて、ちゃんと精査してる。投票で見たらわかんだろう、こいつ。もう俺驚くよ、このゲーム落とすの。のプレイヤーが5番でしかねえだろ、こんなもん。でも柱は悪いと思うよ。ゲーム終了。7が進化よ。村人の勝ちです。